海のない岐阜県は清流に恵まれ、川の幸は豊富で、河川にいる魚類は70種以上にも及んでいます。アユを筆頭にウグイ、コイ、ハエ、アマゴ、ニジマス、ウナギなど重要なタンパク供給源として私たちの食膳を賑わしています。ちょっと分かんねえこのつばらな、ね、ほら早出てる、何を言ってたの。この河川漁業もダムの建設、工場排水、砂利採取などによる漁場の荒廃や河川の汚染、汚濁を招き、その漁獲は不振を続けています。県ではこうした状況を救うため、魚類の保護増殖に懸命の努力を続け、従来の取る漁業から作る漁業という養殖に重点を置いた水産資源の開発を進めています。最近のレジャーブームの急激な上昇は釣り人口にも現れ、その数は全国で1000万人とも言われています。このままでは現在の漁獲量を維持するのが精一杯といった状況です。そこでこの漁獲量を伸ばすために新しく養殖漁業が登場しました。増田郡萩原町にある岐阜県水産試験場、県ではこの試験場を中心にして、アユ、アマゴ、ニジマス、ウナギ、ニシキゴイ、淡水真珠などの人工養殖の研究を手掛けてきました。職員及び関係者たちのたゆまぬ努力と研究の成果が上がり、ようやく量産化のめどがついて、県内各地で盛んに養殖が行われるようになってきました。試験場では養殖業者の普及指導を兼ねてニジマスの採卵が行われています。取り出されるニジマスの卵、この美しい卵は洗浄水できれいに洗われ、そして人工授精されます。この卵は
摂氏10度前後に保たれた水温の孵化用の水槽に入れられ、35日で孵化します。これはアマゴの稚魚です。アマゴは渓流の王者とも言われ、今までアマゴの養殖はほとんど不可能と言われていました。ところが昭和39年から本格的な研究に取り組み、その努力が実って、今では完全にベリマスと同じように大量の養殖ができるようになりました。民間の業者は成魚に育て、そのまま出荷するので、試験場では河川放流用の稚魚の生産に力を注いでいます。幼魚の量産化に伴って伝染病による被害も年々増えてきています。研究室ではその治療の方法や予防に対する研究を常に行い、万全を期すよう努力しています。試験場では近くを流れる増田川の水を利用して養殖をしています。職員はいつも川の水を取って、汚濁などの水質検査も行っています。また養殖業者からの要請があればいつでも出向き、その実態の調査や現地指導など幼魚の普及指導に努めています。増田郡小坂町にある麦島アマゴ養殖場、ここではアマゴを主とした生産を行っています。試験場より送り込まれた卵を孵化し、稚魚や成魚の養殖を行い、かなりの成果を上げています。水藻で元気よく戯れる錦鯉の稚魚、錦鯉の生産も最近では県内各地で行われるようになり、全国的にその名が知られてきました。このような養殖業者も水産改良普及員の指導によって年々増加の一途をたどっています。海津郡海津町にある鮎の試験場、鮎は毎年滋賀県より天然の稚鮎を買い入れ、大量に放流していましたが、今では放流鮎すら思うように手に入らない状況になってきました。試験場では今まで鮎の人工養殖に最大の難点とされていた餌となるワムシ、ミジンコの人工培養に画期的な成功を収めました。これがミジンコ、これがワムシです。これらワムシ、ミジンコの人工培養は稚鮎の大量生産に明るい見通しがつきました。すでに卵から孵化した鮎は
培養されたワムシ、ミジンコを食べて4センチぐらいにまで順調に成長しています。あと2ヶ月もすれば養殖しやすい稚魚となります。天然のアユが減っている折から人工養殖されたアユの大量放流が始まる日も間近いことでしょう。池にぽっかり浮かんだ真珠イカだ。淡水真珠の養殖も最近では行われるようになってきました。従来淡水真珠は琵琶湖で多く養殖されていましたが、県内でも委託試験の段階を経ていよいよ量産化へ向かっています。母貝より取り出され七色の光沢を放つ美しい真珠、この淡水真珠は加工されて店先に飾られ、アクセサリーとして日本をはじめ外国にも輸出され、外貨を稼ぐ日も間近いことでしょう。新鮮な風味のある淡水魚の需要に応えて県水産試験場を中心に研究しているアユ、アマゴ、ニジマス、コイ、ウナギ、淡水真珠などの人工養殖の研究は岐阜県の明日の漁業の担い手として、その果たす役割は大きく、昭和50年を目標に水産水揚げ高20億を目指して成果の上がる日が期待されるのです。